朝晩の冷え込みが強くなるこの時期、温かいコーヒーを入れる機会も増えてきた方も多いと思います。レギュラーコーヒーを入れた後に抽出カスが残りますが、皆さんはどうしていますか？ついそのまま捨ててしまう人が多いようなのですが、実は抽出カスには驚きの特性があるんです。それは強い脱臭効果です。コーヒーの抽出カスは多孔質といって、多数の目に見えない小さい穴が開いている素材です。抽出カスに含まれる水分がアンモニアを溶かし、多数の穴がアンモニアを捉えます。さらに抽出カスの分子がアンモニアを化学的に吸着、中和します。これによって嫌な匂いが消える、脱臭効果が発揮されるのです。脱臭剤としては活性炭がよく用いられますが、抽出カスのアンモニア吸収率は活性炭の約5倍という研究結果も出ているほどです。では再利用方法を見ていきましょう。水分を含んだままの抽出カスは小皿に入れて、トイレの脱臭剤などに使うのがいいでしょう。コーヒーを入れた後、抽出カスの水気を切って、皿などのなるべく平たい容器に入れます。あとはご自宅のトイレなど匂いが気になる場所に置いておくだけです。抽出カスは1日から2日をめどに交換してください。抽出カスを乾燥させて靴や下駄箱、冷蔵庫に入れて脱臭剤とする活用法もあります。まず抽出カスを十分に乾燥させ、お茶のパックのような不織布など目の細かい袋に入れます。散らばらないように袋の口を紐などでしっかりと結びましょう。その他、雑草対策や肥料としての効果もあるようですので、気になる方はウェザーニュースのアプリ、お天気ニュースチャンネルでもご確認ください。